フランクフルトゲットは1462年から1796年にかけて新生ローマ帝国の帝国自由都市フランクフルトアムマインに置かれていたゲットである。正式名称はフランクフルトユーデンガッセという記録上最初にフランクフルトにユダヤ人の存在が確認されるのは1150年頃である。 13世紀中には神聖ローマ帝国のユダヤ人は、王子の従属民たる法的地位を確立し、神聖ローマ帝国一般市民とは区別される存在となった。ユダヤ人は皇帝の保護を受ける代わりに皇帝にユダヤ人税の納税義務を負っていた。ユダヤ人は皇帝の収入の大きな部分を占める重要な私有財産だった。しかし王子の金が尽きると、 しばしばユダヤ人税徴税権が担保、抵当に出された。フランクフルトユダヤ人への徴税権も、皇帝カール4世が1372年に、フランクフルト市に売却している。フランクフルトユダヤ人はゲットーが創設されるまでは、市内の聖バルトロメウス大聖堂の南にある、マインカ藩にある地区に固まって暮らしていた。 このユダヤ人街は後に作られるゲットーと異なり、ユダヤ人たちが自ら形成し、また非ユダヤ人の市民もユダヤ人街で一緒に暮らしていた。1241年5月、原因はよくわかっていないが、ユダヤ人街がキリスト教徒の襲撃、虐殺を受けた。この結果、フランクフルトユダヤ人は一度壊滅した。 1255年頃にユダヤ人が再びフランクフルトに集まってきて大聖堂南のユダヤ人街を再建した。1288年にはユダヤ人団体の名称が少々に現れるようになった。1311年の市民大庁にはユダヤ人も記載されている。ユダヤ人には長期滞在と居住の自由、制御が保障されていたが、 姿勢への参加は認められなかった。1348年から1349年にかけてヨーロッパは人口の3分の1が死亡する史上最大規模の国死病に襲われた。ユダヤ人の死亡率が低かったことなどからユダヤ人が井戸に毒を撒いたというデマがヨーロッパ中に急速に広まりヨーロッパ、特に神聖ローマ帝国において ユダヤ人虐殺が吹き荒れた。フランクフルトでも国死病の伝染が始まるとともに、ッチダク業者の集団が、マイン川上流から現れ、フランクフルト市内のユダヤ人街を襲撃した。フランクフルト市民が彼らを撃退したが、結局ユダヤ人街は放火され、虐殺され、フランクフルトユダヤ人は再び壊滅した。1360年より再度ユダヤ人が、 フランクフルトへ移住することが認められ、大聖堂南のユダヤ人街やユダヤ人団体が再建された。しかし国史病後のユダヤ人の立場は完全に悪化していた。ユダヤ人はもはや市民大庁に記載されなくなり、別の大庁に記載され、様々な制限を課せられるようになった。1628年頃、住居が密集している子を描いた通りが、 ゲットフランクフルトゲットが創設されることとなる15世紀、中頃は、ドイツ、そしてヨーロッパキリスト教社会にとって、危機的な時代だった。神聖ローマ帝国は、地方諸権力が成長して弱体化し、恒常的な財政危機に悩まされた。教皇権や教会が失墜し、ボヘミアではフス派が放棄。 東地中海では、イスラム教国オスマン帝国がコンスタンティノープルを、陥落させ、ヨーロッパ侵略の機会を狙っていた。フランクフルトでも、対イスラム十字軍結成の資金の名目で、免財符が、盛んに売られた時期だった。このような時期であったからフランクフルトはじめドイツの、諸都市では、国史病の時以来の反ユダヤ主義の高まりが見られた。 1434年9月のバーゼル公会議において1215年の第4位ラテラン公会議の決議を復活させるとの決議がなされた。これによりユダヤ人はキリスト教会からできるだけ離れた場所へ隔離されることになった。多くの都市でユダヤ人の追放措置が取られた。しかし小取引の町であるフランクフルトにおいては、 ユダヤ人の経済力がどうしても不可欠であったので、結局市内にユダヤ人を押し込める隔離地区を作る方向で話は進んだ。1460年7月10日にフランフルト市参事会は、油電ガッセ建設を最終的に決定した。その根拠は、大聖堂の側にユダヤ人が住むことにより、異教的悪影響を大聖堂に与えるためなどとされた。 月頭建設の決定は直ちにユダヤ人団体に通達され、7月末から建設工事が開始された。月頭の工事は1463年までにかけて行われた。フランクフルトの旧市街地の壁と新市街地の壁の間に挟まれて存在する割れ目のような区域に月頭は作られた。ここはまばらにしか家屋はなく、他の市民から切り離されていた。 しかし市場には比較的近かった。ゲットーの建物はシナゴグのみが石造りで他はすべて木造住居であった。ゲットーの中の建物はフランクフルト市の所有であり、ユダヤ人はそこを借りることができるのみである。賃貸料は従来のユダヤ人税に加算されて取られた。ゲットーの南北と中間部分の三つに門があり、祝祭日と夜間には、 門は閉ざされた。門はフランクフルト市民により管理されたが、ユダヤ人側の代表者にも門の鍵を持つことが許され、緊急時には助けを求めに行くことができた。1463年にフランクフルト市の財政の悪化からゲットの工事は中止され、残りの工事はユダヤ人が自らの財産を支出して行った。 フランクフルトのユダヤ人は15世紀末までは11世帯から18世帯人数にしてわずか100人から150人程度である。これが16世紀以降に伸びてきて16世紀後半には2000人ほどになっていた。17世紀初頭には2700人ほどになり、18世紀初頭には3000人ほどのユダヤ人が暮らしていた。 これは自然像というより移民による増加だった。近隣地域から小取引の中心地フランクフルトで商売をしようと集まってくるものあるいは住んでいた場所を追放されて流れ着いてきたものだった。フランクフルト市参事会も市の収入の大きな部分を占めるユダヤ人税の増加を見込めるので経済力のあるユダヤ人であれば移民を認めていた。 人口が少なかった頃のゲット頭はそれほど悲惨な場所ではなかった。しかし、数が増加してくるともともと狭かったゲット頭は、明らかな過密状態になり、下水口として用いられている堀の糞尿の清掃が追いつかなくなり、悪臭と薬病が流行る、不衛生な場所と化していった。ゲット頭の近くで暮らすキリスト教市民からも、たびたび苦情が寄せられ、不潔な、 ユダヤ人という悪印象が市民に広まっていった。やがて、フランクフルトゲットーのユダヤ人たちはゲットーを新エジプトと呼ぶようになった。旧約聖書時代、モーセに率いられてエジプトを脱出するまでユダヤ人がエジプトで補修になっていたことをフランクフルトのゲットーに当てはめたものであった。1614年8月22日の フランクフルトゲットを略奪の様子を描いた絵、フランクフルト参事会は、門伐市民により牛耳られていた。そのため、門伐市民と仮想中層市民との間には常に対立があった。シュマルカルデン戦争に参加して莫大な借金を負った、フランクフルト市は、1576年に増税を行ったが、その課税システムは、上流市民に有利なもので、 仮想市民の生活は、ますます厳しくなるものだった。オーストリア大公、マティアスの皇帝への選挙と、退官式を契機に、参事会と市民の関係は険悪になった。参事会だけでは収集できなくなり、参事会は、皇帝マティアスに助力を求めた。1612年に、マティアスの検察士のマインツ大司教ヨハンシュバイクハルト、 フォン・クロンベルクとヘッセン・ダルム・シュタット・ホハクルートビヒ5世が代理をフランクフルトに派遣して参事会と市民の間に協定を結ばせて和解させた。しかし結局この協定は守られず、両者の決裂は続いた。1614年5月に市民側のリーダービンツェンツ・フェットミルヒは反乱を起こして参事会員や検察主代理を監禁した。 反乱市民は1614年8月29日には暫定三次会を発足させた。反乱市民たちの中でも特に生活苦にあえいでいた旧神派は反乱の最中の1614年8月22日午後5時から翌日の午前6時ぐらいにかけてゲットへなだれ込んで略奪を行っている。彼らの言い分によるとユダヤ人は参事会と結びつき、 定理で都市金庫から融資を受け、それを市民に小売で貸し付けているためだった。指導者の命令によりユダヤ人殺害は行われなかったが、ユダヤ人の財産が大量に彼らに略奪されてしまった。この略奪の間、ゲットーのユダヤ人たちは隣接するユダヤ人墓地に避難した。さらに8月23日には、ユダヤ人たちはマイン川から船でして、 フランクフルト市を去って近隣の村に試産した。ユダヤ人は1年近くフランクフルトから離れることとなった。皇帝マティアスはフェットミルヒラに帝国迫害罪を宣告した。フランクフルトはマインズ大司教軍とヘッセンダルムシュタット法迫軍に包囲され、1614年12月9日にフェットミルヒは逮捕された。 フェットミルヒラ反乱指導者は処刑され、反乱に加担したとみなされた2000人以上の市民にも罰金刑が課せられた。ユダヤ人たちは、ちょうど、フェットミルヒが処刑された1616 16年2月28日に、フランクフルト月頭に帰還した。ユダヤ人たちは、学隊と共に祝いながら帰還した。さらに、 皇帝の直命によりユダヤ人の被った損害の賠償金として、キリスト教市民は175,919、フィレンツェフロリンの支払いを命じられた。ユダヤ人たちはこれに感謝し、ゲットーの門に皇帝の足印と、ローマ皇帝陛下と神聖ローマ帝国の保護のもとに、という名国を施した。フランクフルトユダヤ人団体はゲットーを追われた人、帰還の日を、 プーリームフェットミルヒの日として祝日にするようになった。1711年1月14日にゲットーで大火があった。これによってゲットーの家屋はほとんど消失してしまった。被害が大きくなったのは水の不足もあったが、それ以上にユダヤ人が市民の略奪を恐れてゲットーの門を長時間にわたり閉ざし、救援に来た市民が入れなかったせいであった。 しかしこれは穴がち気流とは言い切れなかった。これと似た事件は、後のフランス軍の攻撃で、ゲットーが炎上した際にも起こっている。この際には本当に市民が、ゲットーで火事場泥棒の略奪を行っている。ユダヤ人たちは、ゲットー外の略奪者を常に心配しながら暮らさねば、ならなかった。この大火の後、資産次回は、ユダヤ人たちに再建されるまで、 ゲットで暮らすことを認めた。この際、ユダヤ人の間には、ゲットで暮らすのが、既成事実化して、居住の自由が認められるかもしれないという期待が、広がったが、結局1716年には、フランクフルト市内のすべてのユダヤ人は全員ゲットへ、戻るよう命じられた。1796年7月12日から7月14日に、 かけて行われたフランス軍によるフランクフルト市への砲撃の様子を描いた1 7 9 2年4月、フランスのジロンド統政権は新生ローマ帝国、オーストリアのフランス革命への干渉に起こり、オーストリアに対して戦線を布告した。帝国自由都市として中立を宣言していたフランクフルト市は、フランス革命軍がやってくると、無血解除をした。 フランス軍司令官はユダヤ人にも市民的平等を与えると宣言していたが6週間後にはプロイセン軍がフランス軍をフランクフルトから追ったためゲットの解放は実現せずに終わった。しかし1796年7月にフランス軍は再度フランクフルトへ迫った。この時は市内にオーストリア軍が駐留していたのでフランクフルト市は 会場を拒否し、1796年7月12日から7月14日にかけて、フランス軍の激しい砲火を浴びた。13日夜から14日にかけての砲撃により、ゲットーも炎上し、住民の3分の2が住居を失ってしまった。しかしこの攻撃が330年にわたった、フランクフルトゲットーの歴史を終焉させることとなった。 資産次会は住居を失ったユダヤ人に期限付きで別の場所へ住むことを認めた。資産次会はフランス軍から巨額の戦費を要求され、とてもゲットーの再建をする余裕はなかった。しかし、資産次会はあくまでゲットー解放には反対の立場であり、いずれはゲットーを再建してユダヤ人をそこに戻すつもりでいた。 1802年から1803年にかけて行われたドイツの新しい秩序を決めるためのレーゲンスブルク帝国代表者会議においてフランクフルト市代表者はフランスのナポレオンの施設からゲットについて適厳しく批判されユダヤ人の解放を要求された1806年7月の新生ローマ帝国の解体とともにフランクフルト市は 帝国自由都市の地位を失った。フランクフルト市は、フランス軍の占領を受け、その占領はナポレオンが敗退する1813年まで続いた。ナポレオンは、マインツ大司教家アルテオドール・ホンダ・ダールベルクを、ライン同盟名手、フランクフルト大公に据え、資産次会は、元老院と名称を変えた。ダールベルク大公は、フランス革命の精神に理解を示していた。 人物だった。ダールベルク大公は1811年1月1日付で、あらゆる人民の法の前での平等と宗教的信仰の自由な実践を謳ったナポレオン法典を一般市民法としてフランクフルト大公領に投入した。これにより、フランクフルトユダヤ人は市民権を認められた。 ユダヤ人は居住の自由を獲得し、もはや法的にも月頭居住を強制されなくなった。同時にこれは、ユダヤ人税の廃止も意味していた。大幅な収入減になることを恐れた、ガールベルク大公はその代償として、ユダヤ人団体に44万グルデンを自分に支払わせている。月頭から解放されたとはいえ、ユダヤ人には、自らの意思で、 旧月頭に泊まる者も,も多かった。貧しいユダヤ人は移住が難しかったため泊まる人が多かった。また裕福であってもキリスト教社会に順応することを拒否したユダヤ人は旧月頭に泊まった。1883年の旧フランクフルト月頭を描いた絵画アントンブルガー1813年のナポレオンの敗退で ユダヤ人の立場は再び悪化した。1814年1月16日に、主元老院はナポレオン法典の無効を宣言。その数日後には、フランス支配下で出された、あらゆる法律の無効を宣言した。これによりユダヤ人は再び市民権を喪失した。1814年3月30日には、1811年。 以来雇われていた死のユダヤ人役人がすべて解雇された。1814年10月24日には、ユダヤ人は選挙権を剥奪された。ただゲットーに居住を強制されることはもうなかった。ウィーン会議において、フランクフルト市は自由都市の地位を取り戻した。ウィーン会議議長クレメンス・メッテルニヒは、フランクフルト市当局に対して、 ユダヤ人の既得権は守るべきであるとの見解を示したが、フランクフルト市は市の内政問題として聞き入れなかった。しかしながら、今やユダヤ人も人権意識に目覚め、異性者の反動に黙って、従いはしなかった。この後、ドイツユダヤ人たちは市民権獲得闘争に力をことごとくた。フランクフルトユダヤ人も数十年かけて徐々に権利を、 取り戻していき、1864年10月7日に市民権を回復した。さらに1871年のドイツ帝国の成立をもって、ユダヤ人は正式にドイツ国民となった。以降ドイツユダヤ人はナチス政権下のニュルンベルク法制定までドイツ国民としての権利を有し続けた。旧月頭のユダヤ人は徐々に姿を消していき、19世紀後半に なると、旧月島からは、ユダヤ人はほとんど、姿を消していた。庶民ユダヤ人は、旧月島の周辺のフランクフルト市東部地区などに、固まって暮らし、ユダヤ人居住区を形成した。一方、金持ちユダヤ人は、西部の高級住宅地などへ移り、キリスト教徒の金持ちと一緒に暮らすようになった。フランクフルト東部に形成された、ユダヤ人居住区は、 国家社会主義ドイツ労働者党政権期にフランクフルトユダヤ人が一掃されるまで存在し続けた。フランクフルトゲット博物館ナチスに殺害されたユダヤ人犠牲者の刻印が入った旧ユダヤ人墓地の壁1987年西エバルトロメウス大聖堂東の旧ユダヤ人墓地に隣接した地域で行われていた死の 交通サービスセンターの建設工事の際に、フランクフルト月頭の遺跡が発掘された。工事を中止して、月頭遺跡を保存するべきか、それとも月頭遺跡を壊して、工事を続行するべきかで、政治家、国民の意見が分かれ、歴史認識問題も絡んで、ドイツの政治的論争となった。 当時フランクフルト市の与党であったキリスト教民主同盟は工事の続行を主張した。対して野党だったドイツ社民党や緑の党は工事の中止を求めた。野党は数百年にわたり隔離され、迫害された民族の遺跡を取り壊し、コンクリートを流し込んで沈めてしまうことは第二次世界大戦のユダヤ人大量虐殺に続く最終的な ユダヤ人抹殺政策であると主張した。これに対して与党は、フランクフルトゲットーからアウシュビッツは一直線ではない、と反論した。しかし世論は、野党支持の方が圧倒的であり、結局、与党は、ゲットー遺跡の取り壊しを中止せざるを得なくなった。交通サービスセンターの建物の地下部分を丸々使用して、ゲットー遺跡を展示する。 フランクフルト月頭博物館が創設される運びとなった。1992年11月9日、ナチ党政権下で起こった反ユダヤ主義暴動、水晶の夜事件の54周年追悼記念日に合わせて博物館は開館された。1996年6月16日には、月頭南端に位置するシンベルネ広場に、 ゲットを後から発掘された石を使って作られた、警告の記念碑とナチスの犠牲となった、フランクフルトユダヤ人1135人の、名前と殺害場所を刻んだ鉛の刻印がごれずに、ずらりと入った、旧ユダヤ人墓地の新しい壁の除幕式が行われた。フランクフルト市長、ペトラロートは、墓地の壁に規則正しく配列されたエニエムと続く。 ユダヤ人犠牲者の刻印は、ナチスによる、組織的、計画的、体系的な、ユダヤ人大量虐殺のシンボル的表現であると、述べた。ドイツユダヤ人中央協議会議長イグナツ・ブービスは、ナチズムは、今世紀におけるゲットだったと述べ、フランクフルトゲットの延長こそがナチズムであるとの、見解を示した。ロートシルト家の引っ越し先。 ゲットーの建物では一番間口の広いグリューネスシルトの家。ユダヤ系財閥ロートシルト家の祖であるマイヤーアムシェルロートシルトはフランクフルトゲットーで生まれた。マイヤーロートシルトのせいか、ヒンタープファンはゲットーの通りを右に折れて狭い東側前列の家の間の路地を東欧に入った場所にあったという。マイヤーロートシルトは両外省としてスタートし、 ドイツ諸公最大の資産家だった、ヘッセン・イカッセル・ホーハク・ビル・ヘルム9世の旧帝、御用商人となり、その資金を運用して、巨万の富を得た。諸公の旧帝御用商人になるのは、神聖ローマ帝国のユダヤ人が登り得る最高の地位であった。しかしフランクフルトユダヤ人のゲットからの出入りの決定権はあくまで帝国自由都市として、自治権を有するフランクフルト市にあった。 そのためいくら諸侯から厚遇されたとしても、ゲットーから外出するには、市の事前許可が必要であった。ロートシルト家も、この許可を得るのには随分苦労し、紅白家に何度もフランクフルト市へ手こ入れして、もらっている。1780年代には、マイヤーロートシルトは、フランクフルトで一番の金持ちになっていた。彼は、ヒンタープファンを出ると、 フランクフルトゲットの建物の中では一番間口が広かったグリューネスシルトの家に引っ越した。しかし、それでも大した広さではなかったので大半は在庫品、古墅、貨幣、証書や帳簿などを保管する倉庫で埋め尽くされた。住居スペースは限られており、ロートシルト家の10人の子供たちは一つの部屋で寝起きせねばならなかった。マイヤーが 職場にしていた部屋はわずか10から12平方メートルしかなかった。この狭い部屋から諸公への金の貸し出しが行われていたのであるロートシルト家の莫大な財産を保管して奥にはこの家の倉庫では狭すぎた。そのため毎日大量に出入りするお金の管理がなっておらず使用人による横領が頻繁に起こっていた。ナポレオン支配下の時代には マイヤーロートシルトはゲットーからの自由を求めてダールベルク港との交渉に奔走した。ダールベルク港が市民権との引き換えにユダヤ人団体に要求した44万グルデンの支払いもロートシルト銀行が大半を負担した。1994年にはマイヤーロートシルト生誕250周年を祝ってイギリスのロスチャイルド教をはじめヨーロッパ各地の ロスチャイルド家の人々がフランクフルトにおいて一堂に、会した。ロスチャイルド家の人々は、ゲットーの遺跡が展示されている、フランクフルトゲットー博物館、またそこに隣接する旧ユダヤ人墓地に眠るマイヤー、ロートシールトの墓を訪れて、親族一堂で思いを新たにした。ありがとうございます。